はい、どうも始まりました、ノラでございます。今日はシャーロックホームズの冒険続きやっていきましょう。スタート。はい、まあざっくり説明しますと、このアプリは世界一有名な名探偵シャーロックホームズの、まあ、実際にある小説シャーロックホームズの冒険という小説があるんですけど、それを元にして、まあ、謎解きゲームにしたアプリですね。でシャーロックホームズの冒険っていう小説は、まあ、短編集になってて、まあ、1話1話完結してるんですけど、今日はその中でもボスコム渓谷の惨劇ですね。はい、行きましょう。スタート。これは私が結婚しホームズの家から出ていた頃の話だ。ああはい、まあ一応解説しますと、この話っていうのが、まあ、シャーロックホームズの相棒であるワトソンですねが、ホームズの活躍を日記形式で、まあ、書き留めておいて、それを世の中に発信しているという設定ですね。まあ、シャーロックホームズの、まあ、相方として、まあ、登場人物として物語に出てるのもあるし、もうこのナレーションの役割も果たしてますね。いや面白い設定ですね。この100年以上前の小説なんですけどね、うん、登場人物にナレーションやらせるっていうね、まあ、今じゃ普通なんだろうけど、いや100年前にこれやってたってすごいよねっていう。はい、話を進めましょう。これは私が結婚しホームズの家から出て行った頃の話だ。よく晴れた朝に届いたホームズから手紙で私は呼び出された。手紙にはボスコムダニの惨劇事件でイングランドに住む女性から依頼を受けたんだ。ぜひ手伝ってほしいと。ホームズが事件を解決するところを見るのは私としては願ってもないことだったので、待ち合わせ場所に来て一緒に汽車に乗っているというわけだ話のネタができたみたいな。まあ間違うけどね、うん、なんかこのホームズと一緒に事件を解決していくのもなんか、まあ、楽しんでやってる感じしますね。ワトソンね、いい相棒ですね。相棒でもあるんですけど、まあ、それと同時に一番のファンでもあるっていうね感じですね。はい、まあ、続きいきましょう。まあ、たまにちょっとこういう解説入っちゃうかもしれないですけど、まあ、邪魔だったらすいませんね。はい、それでどんな事件なんだ。とても難しく単純な事件の一つだ。それはちょっと逆説的に聞こえるが、確かに難しくて単純、単純だから難しいのかな。はい、簡単に言うとボスコムーダにはロスから遠く離れた田舎だ。ロスから遠く離れた、あでもロス、あイングランドに住む女性からだから、ロスはアメリカのロスじゃなくてイギリスのロスですね。イギリスにもロスあるんだね。ボスコムダにはロスから遠く離れた田舎だ。この地方で一番の大地主はジョン・ターナー。彼はオーストラリアで資産を築き、何年か前にこの故郷に戻ってきた。そして彼は自分が持っているハザリー農場の一つをチャールズ・マッカー氏に無料で貸している。二人ともオーストラリア時代の知り合いで、マッカー氏には金がなかったから昔よしみで貸していたの。わ、なんか動かねえ字がなんかはみ出してる。二人ともオーストラリア時代の知り合いで、マッカーシーには金がなかったから昔よしみで貸していたのだろう。そして大地主のターナーには娘がおり、金がなかった。マッカーシーには息子がいる。ちょっとまとめると、田舎町の大地主で、でオーストラリアで資産築いて、でこのジョン・ターナーの故郷がボスコムダニにあるわけで、でそのジョン・ターナーはまあハザリー農場を持ってて、チャールズ・マッカーシーという人物に無料で貸していると。でこのチャールズ・マッカーシーとジョン・ターナーはオーストラリア時代からの古い知り合いですね。でターナーには娘がいて、マッカーシーには息子がいるわけだ。事件はこの前の月曜日、マッカーシーが3時に約束があると言ってハザリー農場にある家を出て、一人でボスコム池に歩いていった。証人もいる。彼の後を今度はマッカーシーの息子が通っていった。手には銃を持っていたらしい。マッカーシーがボスコム池に歩いていって、目撃者がいて、でその後マッカーシーの息子が銃を持って歩いていったと。マッカーシー親子が池の近くで言い争いしているのも少女が目撃している。彼女は二人の様子が怖かったのでその場をすぐに去ったそうだ。その後しばらくするとマッカーシーの息子が小屋に走ってきて、父親が殺されたと言ったらしい。それは状況証拠だけで犯人を決められるならすぐにわかる問題だな。だが私は視点を変えれば別の見方もできると思っている。例えば、君の家の洗面所の右側に窓があるとかな。ん？なんだ？ここで問題ですね。はい。ここで話の途中で、まあこういうふうにところどころ問題が入ってくる感じですね。はい、最初の問題ですね。ホームズはなぜワトソンの家の洗面所の右側に窓があると分かったのだろう。右側。洗面所の右側に窓がある。そういうことか。右側から光が入ってくるから見えづらいってこと？右だけ見えづらい？ヒゲがちょっと右側、あ違うな、左側が残っている。まあこの絵の中から推測というか、まあなんかヒゲが残ってる、ヒゲというかもみあげ、これか。はい、右側に窓があって右側はよく見えるけど影になってる方は剃りづらいって感じか。はい、解説ですね。几帳面なワトソンは明るい自然光を使ってヒゲ剃りをしている。
だが右側に窓があるため顔の左側が鍵になってしまい、ひげの剃り残しがあったと。ああ、あ、そうか、この時代は今みたいにこんな電気の明かりじゃなかったからか。うん。で、バトソンはまあちゃんと剃りたいから自然の光を使ってるけど、まあ右側に光が当たるから左側が見えづらかったって感じかな。はい、まあ次行きましょう。本当だ、これは気づけなかった。観察と推理を使えばすぐにわかることだ。今回の事件も見方を変えれば別の見解ができるだろう。なるほど。まあ、状況証拠的に息子がまあ普通に考えたら怪しいから、まあ単純な事件に見えるけど実はみたいな。なるほどね。はい、先ほどの話だが、マッカーシーの息子は現行犯逮捕されたわけではない。ハザリー農場に帰ってから警察に逮捕された。彼は受けるべき罰を受けただけのことだと言ったそうだ。なんだ、自白しているじゃないか。いや、その後に無罪を主張しているんだ。これだけ疑わしい出来事が続いてるんだ。どう考えても怪しい言葉だろう。いや、逆だよ。ホームズは逆と主張するが、真実はどうであると推測している。逆、まあ喧嘩をしてたってことは良くないことをその父親がやったんだろうね。だからその良くないことをやったから、その父親が罰を受けたんだみたいな感じの意味で言ったのかな。はい、問題いきましょう。ホームズは逆と主張するが、真実はどうであると推測している。マッカーシーの息子が犯人ではないということ、マッカーシーの息子が不誠実だということ、自白をしたということ、犯人であるということ。まあ、下2つは似たような意味だし、まあ、逆って言ってるから違うよね。まあ、犯人ではないってことですね。はい、正解ですね。マッカーシー親子はボスコミ家で喧嘩をしているところを少女に見られている。つまり喧嘩をした後で父親が亡くなったので、あんな喧嘩をした自分が悪かったということをマッカーシーの息子は伝えたかったのだろう。あれ全然違う。まあまあまあ、あ、そういうことなのか。へえ、あれ、国語力が、あれ、まあいいや。はい、次行きましょう。なるほど、そういう風にも取れるな。つまらない証言をして無実の罪で死刑になったやつもごまんといるしな。被告の青年はこの事件をどう説明しているんだ。いやー、口は災いのもとですね。なんか、言い方一つなんだよね。そうなんだよね。本当は違うのに、ちょっとなんか変な言い方しちゃったから怪しいみたいな。普段の生活でも気をつけないとですね。はい、まあ行きましょう。被告の青年はこの事件をどう説明しているんだ。彼の証言はここにある。ホームズは新聞を私に渡してきた。そこにはこう書かれている。あ、またなんか文字がずれてますね。私は家に帰ってきた時、父がいなかったのでどうしようかと思っていると、急ぎ足で庭から出ていくのが見えました。どこに行ったのかわからなかったので、とりあえずウサギでも狩ろうと猟銃を持ってボスコミ池に行ったのです。ん？どういうこと？とりあえずウサギでも狩ろうと猟銃を持ってボスコミ池に、ん？どういうこと？ん？外に行く理由として、ついでにってことか。ん？ちょっと謎ですね。はい、前を父親が歩いてると知りませんでした。ああ、そうなんだ。家に帰ってきて父親に用事があったんだけど、父親が急ぎ足で庭から出ていくのが見えたから、とりあえず、まあ、暇してんのもあれだからウサギでも狩ろうとボスコミ池に行ったと。で、その時に、まあ、父親もボスコミ池に行ってるとは気づかなかったってことか。うん、まあ、気づかなかったとか知らなかったってことね。するとクーイーという父の声が聞こえました。あ、父親がいたんだ。クーイーってなんだろうね。それは漁をする時の合図だったので。ああ、そうなんだね。私は走って池に行きました。すると驚いた父はなぜここにいるんだと言って怒りました。ああ、喧嘩ってそれ。へえ、なんで怒られたんだ。ああ、まあ仕事をしろっていうこと。こんなとこにいるんじゃないみたいな。まあちょっとわかんないですね。乱暴なところがある父だったので、これは抑えられないと思い、一旦家に戻ることにしました。また文字がずれてますね。ですが10メートルほど歩くと後ろで恐ろしい悲鳴が起こり、見に行くと父は瀕死の状態になっていましたと。ああ、池に行って、まあ親父がいて、あ、なんでこんなとこにいるんだってなって怒られて、一旦帰ろうとしたら、で、しばらくっていうか10メートル、10メートルって結構近いね。歩くと悲鳴が起こって、で、まあ悲鳴がしたから戻ってみると瀕死の状態でいたと。頭に傷があったのは覚えています。それで私はハザリー農場へ行き、このことを伝えたのです。なるほどね。ということが書かれていた。やはりマッカーシーの息子は自分が犯人だということを言っているようにしか思えないなと私は言った。ある角度から見ればそうだね、とホームズは言う。ワトソンがマッカーシーの息子が犯人だと思う理由は何か。確かに自分で言ってるようなもんじゃないか。まあ距離が近かったってこと。なんだ、まあそういうことか。わずかに離れている間にマッカーシーが殺されたということ。他に怪しい人物の姿を見ていないこと。まあそれもあるか。猟銃を持っていたということ。親子喧嘩を認めている。まあ喧嘩したイコール殺したっていう動機の一つにはなるけど、まあそれだけではまあ考えないから。まあ10メートルって結構近いよね。まあ、少ししか離れてない間にやられてるから。で、他に周りに人がいなかったから。でも他に怪しい人物、まあでもいたら証言してるか。
してないってことはいなかったってことで、近くにいたマッカーシーしかいなくねっていう感じなのかな。これですね。はい、解説。マッカーシーの息子は自分の証言で犯人がごくわずかな隙を見て父親を殺したと言っている。犯人がかなり大胆な人物ではない限り、もう少し息子が遠くへ行ってから殺してもよさそうだが、それをしなかったということは、つまり他には犯人はいないと言ってるのと同じということをワトソンは指摘している。まあ近くに茂みとか隠れるところはあったのかもしれないけれど、それにしても近すぎるってことかな。うん、近いというか、それにしても近すぎるというか、まあまあ短すぎるって感じ、犯行の時間が。しかもこの男は検視官に対してこうも証言しているんだ。亡くなる前に何か言ってなかったかと聞くと、あ、ラット、ネズミといったような気がすると答え、父親との喧嘩の原因を聞いても答えたくないと言っている。また父親の発したクーイーという言葉は、息子が近くにいることを知らない状態で父親が言ったのかという質問にわからないと発言し、他に何か見たかと聞くと、左の地面に灰色の何かがあったような気がしたが混乱していて覚えていないと言っている。灰色の何か、ああ、ネズミってことかな。あーラットって言ってるもんね。これはさらに不利な状態だな。検視官は矛盾点に注目させている。んー、なんだろう、どういうこと。検視官が息子の発言の矛盾点をついていると言ったのはどこの部分か。息子の発言の矛盾点、消えていた灰色の何か、クーイーと発した言葉、あー最後の言葉、喧嘩の理由、喧嘩の原因を答えたくない、父親の発したクーイーという言葉を、息子が近くにいることを知らない状態で父親が言ったのかという質問にはわからないと発言し、左の地面に灰色の何かがあったような気がしてが、左の地面、ネズミと言ったような気がする。あーラットって言ってるのに灰色の何かと言ってぼかしてるってことかな。なんだ、まあ、喧嘩の原因を答えたくないってこと。矛盾かな、矛盾、矛盾なのか。喧嘩の原因を答えたくないが矛盾なのか。え、どれだ。検視官が息子の発言の矛盾点をついている、注目している。あーそうか、クーイーって誰かに、まあ合図だから自分一人では言わないよね、うん、っていう言葉を言っているってことか。あーそうか、もともとこの二人は漁をするつもりで出てったのではないのか。で、父親がいないからよし、ウサギをとりあえず狩りに行こうっていうのもなんか突飛な感じだしね。もうこれかな、クーイーと発した言葉。あ、これですね。はいはい、正解ですね。クーイーという言葉は、漁をしている時にお互いの存在を伝えるための掛け声。父親が池にいる時には息子がここに来ていることを知らなかったので、息子に対してクーイーという掛け声をすることはないはず、という矛盾点を検視官は指摘している。まあそういうことだよね。間違って味方を撃たないようにクーイーって言うんだもんね。話を聞けば聞くほど息子が怪しいとしか思えなくなってくるな。私がそう言うとホームズは静かに一人笑いをした。君は青年にとって不利な部分ばかりを見ている。だが考えてみろ、君からするとこの青年は想像力がありすぎたりなさすぎたりしていないか。どういうことだ。この青年が陪審員の同情を買うような口論の原因をでっち上げられないとすれば、想像力がなさすぎる。本当に殺しているならここは覚えていないなどという必要がないからね。そして父親が死ぬ間際にネズミと言ったとか消える布事件とか、そこまで異常なことを自分で思いついたとすれば想像力がありすぎるだろう。消える布事件ってなんだろうね。まあ、本当に犯人だったら、まあ、適当に口論してるという怪しい証言に対しては、まあそうだよね、自分に有利なような、うん、ことを言うのに言ってない。確かにそうかもしれない。とするとこの青年の真意は何なんだ。簡単なことさ、彼は真実しか話をしていないということだ。私は彼が真実を話しているという仮説からこの事件を解いてみせるよ。はい、バスコム渓谷の惨劇その2ですね。記者から降りるとレストレード警部が待っていた。そしてそこに美しい女性が現れた。話を聞くと今回の依頼人は彼女らしい。ああ、ターナーの娘ね。彼女はターナーの一人娘だ。ターナー嬢はマッカーシーの息子のことを好いており、ああそうなんだ。彼の無実を証明してほしいと言ってきた。彼女が言うには、マッカーシーは二人の結婚には賛成しているとのことだ。反対しているのはターナーの方らしい。さらに、当のマッカーシーの息子も結婚は渋っているらしい。ああ、そうなんだ。へえ、息子、ん？うん。じゃあターナーの娘が一方的にマッカーシーの息子をついてるってこと？ん？でマッカーシーの親は賛成しているけど、なんかすごいチグハグしてますね。当のマッカーシーの息子も結婚は渋っているらしい。そのことでマッカーシー親子は時々喧嘩をしていたようだ。ああそうなんだ。情報を提供していただいてありがとうございます。明日お父様ともお話をしたいのですが、申し訳ございません、医者が許可しないかと思います。医者？父は長い間病床に伏せておりまして、その上今回の事件で完全に弱っているのです。
マッカーシーさんはビクトリアにいた頃の父を知っているただ一人の人物でした。あーそっか、仲良かった人がやられたから、まあ、元から病弱だったけどさらにって感じですね。なるほどね。ほう、ビクトリアですか。はい、鉱山で知り合ったと言っていました。なるほど、金鉱山か。そこでお父様は資産を築いたと伺いました。はい、その通りです。ありがとうターナーさん、あなたの話は私に非常に役立ちました。ホームズがそう言うと、ターナーの娘は家にいる父が寂しがるからと馬車に乗って帰っていった。うん。その後ホームズはレストレード警部とマッカーシーの息子に会いに行き、私はホテルで一人待つことにした。2時間ほど経つとホームズが帰ってきた。どうだった？彼は本当に何も知らないようだな。もしかしたらと思っていたんだが。彼って誰だ？あ、息子に会いに行ったのか。うん、そうか、容疑者の息子に会いに行ったんだけど何も知らなかったと。おう、ホームズがマッカーシーの息子に会う前に考えていた可能性はどれだろうか。あーなるほどね、誰かをかばって嘘の証言をしている。うん、なんかすごいちぐはぐな感じだもんね。本当に死んだのは別の人物。いやー、警察が見てるからこれはないですね。事故だった。うん、まあ誰かかばってる感じはするね。うん、まあ正直に言ってる部分もあるし、なんかはぐらかしてる感じもありますもんね。ホームズははじめマッカーシーの息子が誰かをかばうために嘘の証言をしたと考えていた。そのため証言に食い違いが出ていると思っていたんだ。ターナーの娘をかばっていたのか。でもあんまり好きじゃなかったんだよね。彼と話して分かったのは、彼もこの事件の真相を何も知らないということだけだ。ホームズはそう言うと首を横に振った。だがターナーの娘はあんなにも美人だったのに、なぜ彼は結婚を渋っていたのだろう。ああ、それはちょっと訳がある。何せ彼はターナー嬢のことを本当に愛しているからな。あ、そうなんだ。好きなのは好きだけど結婚はちょっとってなってんのか。ああそうか、そっちか。結婚を渋っていただもんね。うん、なるほど。ターナー嬢は寄宿学校に5年通っており、戻ってきたのは去年だ。それ以前マッカーシーの息子は2年前にプリストルへ行っていたらしい。あれ、プリステルだと。確か父親が死ぬ間際まで行っていたところだな。なんかいろんな場所が出てきてますね。そうだ、つまりどういうことかわかるか。マッカーシーの息子はプリストルへ行ってて、父親が死ぬ間際まで行っていたところ、つまりどういうことかわかるか。え、どういうこと。マッカーシーの息子はターナーの娘を愛していたのに結婚を拒んでいた理由は、ターナー嬢を嫌っている。いやー違うでしょう。プリストルで実は結婚していた。プリストルで借金をしていた。ああそうか、2人は長い間会ってなくて、まあ久々会ってるけど好き同士、うん、好き同士だけど結婚渋っている。他の相手がいたってこと。プリストルで結婚してた。ターナーを嫌っている。ん、なんだ。で、彼は何も知らなくて、ターナーの娘はターナー嬢のことを本当に愛していた。5年通っており戻ってきたのは去年。それ以前マッカーシーの息子は2年前にプリストルへ行っていたらしい。父親が死ぬ間際まで行っていたところだな。この中で、ターナー嬢は寄宿学校、そうだよね、5年ぐらい会ってないだもんね。あー、ということは、結婚してたってことか。あー、なるほど。実はマッカーシーの息子は2年前にプリストルに行った時にバーで一緒に飲んでいた女と酔った勢いで結婚していた。そんな、いや、そんなワンナイトラブ的なノリで結婚したの、すごいな。そのためその女と離婚しない限りターナーの娘と結婚ができなかった。あー、なるほどね。違う土地で結婚してて別のとこでも家庭があるとか、そんなのできないもんね。うん、なるほどね。はい、そういうことだったのか。それでは今も結婚したままなのか。いや、彼の妻は彼が公主刑になる可能性が高いことを新聞で知り、早々に離婚申し立て、すでに別の男と結婚している。いや、ビッチだな。まあ相手も相手だよね。酔った勢いで結婚を申し込まれたのにそこに返事するっていうのね。うん、相手も相手だね。それはなんともしたたかな女だな。うん、場当たり的というかね。はい、だがおかげで彼は無実が証明されれば彼女と結婚できる。あ、だから途中から俺は無実なんですみたいな、を急に主張しだしたってことか。まあ確かにそうだが、しかし彼がやっていないのだとすれば、一体誰が犯人なんだ。誰がか。息子が嘘を言っていないとすると気になることはないか。いや、気になることだらけだが、では一つ、マッカーシーは一体誰に食いと言ったのだろう。ああ、そうだよね、一緒に誰かがいたってことだもんね。マッカーシーが食いという言葉を聞かせたかったのは誰か。通りすがりの人とかいる。待ち合わせをしていた人物、獣、まあ猟銃を持って出てったってやるから息子だろうね。あ、違うんだ。え、
まあ、息子以外の、あ、そかそか、誰かをかばってるだから、まあそうだよね、その第三者か、そうだよね。鹿の選択肢は面白いな。マッカーシーは息子が帰ってきていることを知らず、3時に池で待ち合わせをしている人物がいた。あ、そうだね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 、言ってたね。うん。その人に向けて食いと言ったのだ。そうだよね。誰かに会うために池に父親が行ってて、で息子が来ることを知らないかったから、まあ、息子も父親の行き先を知らなかったわけだから、まあ第三者になるわけか。はい。そうか。確かにマッカーシーは3時に待ち合わせをしているという言葉をメイドが聞いていたな。その時点では息子が帰ってくることを知らないのだから、相手が息子ではないということか。ああ、そういうことだね。そのままそういうことですね。そういうことだ。マッカーシーが誰と待ち合わせをしていたのか、このことはまだ誰も解明していない。まあ、その待ち合わせしてたやつが怪しいのか。陪審とかそこ突っ込まなかったんだね。その後は事件の話はせずに夕食を楽しむことにした。翌日、朝からレストレード警部がホテルを訪ねてきた。ターナー氏の容態はかなり悪いようです。かなりの高齢なんだな。60歳を超えていますね。ところでターナー氏はマッカーシー氏に無料でハザリー農場を貸していただけではなく、他の面でも何かと援助していたそうです。それは興味深いな。そうでしょ。まあ相当この二人仲良かったんだね。ああ、いい情報だよ。だってそうだろ。その上マッカーシーはターナーが反対している結婚も、息子が結婚したいと言えばすぐに叶うと思っていたんだからな。ん？確かに何かおかしいな。私はホームズが言わんとしていることがなんとなく分かったような気がした。マッカーシーの違和感から分かることは何か。マッカーシーは自信か。マッカーシーとターナーの娘が結託している。そうだよね。マッカーシーは賛成で、マッカーシーの息子はターナーと結婚したい、まあ愛してる感じで、まあターナーの娘もマッカーシーの息子と結婚したいと。でターナーはマッカーシーに大きな借りがある。いや逆だね。ターナーがマッカーシーは考えが浅いとかあるすごいなんか批判的な選択肢がありますね。結構毒がある選択肢ですね。なんだろうな。マッカーシーとターナーの娘が結託している。まあ待ち合わせてたのはターナーの娘ってことか。じゃあなのかな。ターナーはマッカーシーに大きな借りがある。マッカーシーの違和感ね。ターナーはマッカーシー氏に無料で、マッカーシーの違和感。ターナーが反対して結婚、息子が結婚したいと言えばすぐに叶うと思っていた。いろいろ借りがあるのに結婚まで。ターナーはマッカーシーに大きな借りがある。なんだ、大きな借りがある。なんだろう。考えが浅いじゃないよね。借りがある、これ。そういうことか。全てを提供しているのはターナーの方。つまり本来ならマッカーシーはターナーに頭が上がらないはずだが。そうか。仲がいいんじゃなくて、なんか重大な秘密を握ってるとかなのかな。結婚も自分の息子がしたいと言えば簡単にできると思っているということは、ターナーには断れない何かがあるということ。まあそういうことだよね。弱みを握られてるってことか。確かにそうとも読めるな。私はうなずくが、レストレード警部は首を振った。そうか、私には単なる妄想にしか思えませんがね。まあ妄想だとしても無知よりはマシだろう。ホームズがそう言うと、レストレード警部は苦い顔をしたのだった。なるほどね。で、ボスコム計画の惨劇、その3ですね。ホームズとレストレード警部と私は3人で殺害現場へと向かった。ホームズはすでにスイッチが入っているようで、熱心に周りを見渡している。おお。ボスコム池は15ヤードほどの小さな浅い池で、ハザリー農場とターナー氏の指定かな、指定の境界に一致していた。ここに足跡がある。一つはマッカーシーの息子の足跡だ。二度は歩き、一度は思いっきり走っている。足の前の部分が深くへこんでいるが、かかと部分がほとんど見えないからだ。なるほどね。走るとそうだね。つまりこれでマッカーシーの息子の行動がわかる。レストレード警部と私は顔を見合わせて首を振った。どういうことってこと。ホームズはマッカーシーの息子のどんな行動が分かったと言っているか。ホームズはマッカーシーの息子のどんなこと、証拠の裏付けが取れたこと、マッカーシーの息子が犯人だということ、マッカーシーの息子は混乱していなかったこと、マッカーシーの息子は初めから混乱していたこと、どういうこと。マッカーシーの息子の足跡、二度は歩き、一度は思い切り走っている。混乱していないっていうこと。違うな、歩いて悲鳴がして、そうか、まあ急いで振り向いたってことだよね。最初はまあ歩いて帰ろうとして、悲鳴がしたから急いで行ったっていう証言の裏付けが取れたってことか。なるほどね。はい、解説ですね。ホームズはマッカーシーの息子が父親に近づき、喧嘩をしてその場を歩いて去り、その後は走って戻ってきて、走って去っていたことを靴跡から見抜いている。それはマッカーシーの息子が証言してた通りだ。そうだよね。また走って戻ってきた時の足跡は見つかっていない。森の中は池のようにぬくるんでいないため、足跡が残らなかったんだろう。なるほど、確かにそうかもしれないな。
私がうなずいていると池から少し離れた大きな木の下でホームズはいきなり腹ばいになった。これはいいものを見つけた。ホームズは上機嫌に言うとそれを封筒の中にしまい込んだ。ホームズが見つけたものは何か。タバコなんかすごい絵だな足跡くっきり残ってんね。へえ、木の後ろに誰かいたんだね。でタバコを吸ってた人物がいる。はい、正解ですね。犯人はマッカーシーの息子が10メートル離れた瞬間にマッカーシーを殺害している。あー、藪に隠れてたんだ。ということは犯人は近くで親子喧嘩を見ており、息子が離れた瞬間を狙って殺害したことが予想される。まあ、それにしても間隔短いね。つまりホームズは近くの木陰で何かないかを探し、葉巻の吸い殻を見つけたというわけだ。犯人もなんか爪が甘いね、なんか証拠になりそうなもん現場の周りに置いてるんだもんね。うん、茂みの中とかにあるから、まあ見つかんないだろうと思ったのかな。ああそうだ、レストレード警部、これが凶器だ。ホームズは池のそばにあった石をレストレード警部に渡した。これが？いや、しかし血痕がついていません。ないな。だがこれだ、石はここにあった。ホームズが指を指したところを見ると草が生えており、石が埋まっていたような形跡はない。草が生えており石が埋まっていたような形跡はない。ああそういうことか。大きい石があって普通ならなんか埋まってそうなもんだけど、まあ転がっているから、もともとここにあった石ではないってことか。この石が凶器だという理由は何か。あ、そうか、そっちか。ああなるほど、石の下にクスが生えているから。ああそういうことね。はいはいはい、これですね。もしもともとここに石があったとすれば、石は土の中に埋まっていたはずだ。さらに埋まっている石の下で草が生えることはないためだ。ああそうだよね、確かに。石の下に、そうだね、草は生えないもんね。それにマッカーシーの傷跡とこの石の形状は一致しているはずだが。レストレード警部は慌ててマッカーシーの頭部の写真を取り出す。確かに傷口と石の形状は一致しているように見えた。ホームズたちは前にもその写真を見たことがあるのかもしれないが、私は初めて見るものだった。写真のマッカーシーの致命傷は確かに打撲によるもののように見える。また打撲以外には何の外傷もないように見えた。ああ、マッカーシー青年の凶器も使われた形跡はないだろう。確かに普通に考えたら銃で殺したのかなって思うけど、まあ死因は頭の打撲か。ああそうか、だからこういうなんか不自然なところが、まあ、結構あるから、そうか、まあ単純だけど難しい事件ってことなのかな。マッカーシー青年の凶器とは何か。まあ銃だよね、普通に考えたらね。家に帰ってきたマッカーシーの息子は父親の姿が見えなかったので猟銃を持ってウサギを狩りに行こうとボスコミ池へと向かっていた。つまりホームズが言っている凶器とは猟銃のことだ。レストレード警部はうなる。確かにマッカーシーの息子が持っていた猟銃は使われた形跡はありませんでした。ですがこの石が凶器であったとしても息子が石で殴ったのかもしれないじゃないですか。銃を持っている人間が下に転がっている石を持って殴るか。確かにわざわざ銃で殴っても良さそうだもんね、殴るとしても。ああそうだ、同じこと言ってる。撲殺をするにしても手元に銃があるのだから、わざわざしゃがんで石を取って殴るより銃で殴りつける方が効率的ではないか。ですがしかし、レストレード警部は反論しようとして何を言えばいいのかわからなくなり黙ってしまう。君は真実から目をそらしすぎだよ、レストレード警部。ホームズはそう言うと歩き出した。まあ君は自分の方法でやればいいさ、我々も自分の方法で動かせてもらう。行くぞワトソン。そうだな。私は黙ってしまったレストレード警部を置いてホームズの後に続いたのだった。はい、ボスコム計画の惨劇4ですね。ホテルに戻ってくるとホームズはまた一服し始めた。ホームズ、もう犯人が分かっているんだろ、解説をしてくれないか。ああいいぞ、私も一つ悩んでることがあってワトソンに聞いてもらいたいと思っていたんだ。それで何から知りたい。まずクーイーという呼びかけだが、あれは誰でもわかる言葉なのか。私は聞いたことがない。確かにね。私は流行る気持ちを抑えながら一つずつ謎について質問することにした。さすがワトソンだな、いいところに興味を持っている。あの掛け声はオーストラリア人特有の掛け声だよ。あーそうなんだ、へー、あ、領従、うん、なるほど、領関係の人なら誰でも知ってるわけではないんだ。へー、あ、そうか、こういうとこにも疑問持つのが大事なのか。あーなるほどね。いや、ワトソン君、勉強になります。はい。オーストラリア人特有の掛け声なんだね。へえ。つまりどういうことかわかるか？オーストラリア人特有の掛け声なんだろう？だからつまり、ホームズは何を言いたいのか？まあそうだよね。マッカーシーとターナー、オーストラリアで知り合ったんだよね。まあこのクイーといったことからわかることは、まあオーストラリア言葉がわかる人が現場にいたということか。マッカーシーがオーストラリアに行った。まあ冒頭で説明してたね。ホームズがオーストラリアに行ったことがある。自分の話してるっていう、いや自己主張。まずこれですね。はい、解説ですね。マッカーシーはオーストラリアに行ったことがあるが、待ち合わせをしていた人物もオーストラリアに行ったことがあるということだ。
お互いにオーストラリアにいたので、マッカーシーはこの言葉を使っている。オーストラリアにいた人物って、私は思い当たる節があったが、先に他の問題を解きたいと思った。マッカーシー氏が死ぬ間際にいたアラットはどういう意味なんだ。1851年にオーストラリアで金鉱脈が発見されている。その地方がどこか知っているか。金鉱脈、あれ、その話もどこかで聞いたような、だが地名は覚えていない。答えはバララットだ。アラットと似ているだろう。ああ、そういうことか。おそらくマッカーシー青年はこの言葉で聞き間違えたんだ。マッカーシーは死ぬ間際に誰に殺されたのか言おうとした。バララットの何々とね。素晴らしい、納得がいったよ。ああ、一個ずつなんか謎が解けてってる感じですね。ああ、いいですね。面白いね。私はホームズの推理に改めて感銘を受けた。次にマッカーシー青年が見たという灰色の何かだが、もうそろそろ分かったんじゃないか。石？なんだ？マッカーシーの息子が見た灰色のものは何だったのか。灰色のズボン、灰色のマント、灰色の上着。左側、え？灰色のズボン、え？人を騙すのが好きだから、どういうこと？ん？他に灰色のもの。マッカーシーの息子が見た灰色のものは何だったのか。バララッと、え？人を騙すのが好きだから、これ、ん？なんだろうね、灰色のマントか上着？マント？まあ、かばってる誰かの服ってことかな、が落ちてて、まあ、身を隠すために灰色のマントでもかぶってた？どっちかだよね。あ、マントなんだ。はい、解説ですね。まあ、やっぱり誰かかばってんだね。犯人が身につけていた灰色のマント、マッカーシーに会うときはそれを外してから殴りかかった。ああ、返り血を浴びるからってこと？まあ、殴りづらいからって感じかな？なんだろうね。だが、息子がすぐに戻ってきてしまったので、マントを拾うことができなかった。マントは息子が小屋に通報しに行ったときに拾っている。そうか、マッカーシーの息子の発言はその場にもう一人いたということを示すものであったんだな。そういうことだ。だけど、なぜ犯人はマントを拾ってから逃げなかったのだろう？気が動転していたのか？いや、それは現場にあった足跡を見ればわかる。足跡？ホームズは分かりやすいように現場にあった足跡の絵を描いてくれた。どこの部分を見れば犯人が急ぐことができなかったのかがわかるのか。犯人が急ぐことができなかった。え？どういうこと？だけどなぜ犯人はマントを拾って逃げなかったんだろう？気が動転していたのか。いや、それは現場にあった足跡を見ればわかる。なぜマントを拾わなかったのか。犯人が急ぐことができなかったのか。どこの部分を見れば。あー、かかとってことかな。かかと？さっきも喋ってたもんね。急いでたら、まあ、つま先の方がくっきりで、かかとがあんまり残らない足跡になるはず。あ、違うか。違う。全然違う。全然違うね。右足の足跡が左足の足跡よりも不鮮明になっていることがわかればいい。不鮮明になっているということは右足に力が入ってないということであり。あー、そういうことなんだ。この人物は右足が悪いということがわかる。あ、そういうことか。片方右足が悪くて、そうか、左側に体重を預けなきゃならないような人物か。まあ、つまり、まあ足が怪我してるか何かで走れないって感じ。でもそれなのにマッカーシーの息子がまだ近くにいる状態で殴ったんだよね。これがちょっと謎だよね。もっと離れてから殴ればよかったのね。まあ、息子を犯人にしたかったからってことか。あんまり離れすぎてたらっていうことなのかな。まあ、次行きましょう。犯人は足が悪いんだよ。だからマッカーシー青年がすぐに戻ってきてしまったので、身を隠すことしかできなかったというわけだ。なるほどな。さらに私は現場で葉巻の吸い殻も見つけている。君は知っているだろうが、私はタバコの灰に関する専門知識があるので、これがインド葉巻だということを特定することができた。あ、ホームズといえばね、そうなんだよね。タバコの灰の種類でどこの産地とか、まあ、どこの仕入れかが分かるってね。その後、吸い殻の周りを調べていると、葉巻本体を見つけることができたよ。これの唾液を調べれば、犯人を特定する決定的な証拠となる。あれ？この頃 DNA 鑑定とかあったのかな？唾液を調べて犯人が特定できるんだ。100年ぐらい前だよね。1890年代じゃないっけ？ホームズの話。まあまあまあ、はい。ホームズはそう言うとため息をついた。だが君はもう犯人を知っている。ああ、その通りだ。そうそう、私はあと一つ知っていることがあるぞ。それは犯人の聞き手だ。そう言ってホームズはマッカーシーの打撲跡を見せてくれた。マッカーシーの後ろ頭の左側に傷がある。左側に傷があることからわかるのは、まあ左利きだよね。後ろ頭だから後ろから殴ったんだよね。で、左側にあるから左利きですね。はい、これですね。
後ろ頭の左側に傷があるということは左手で殴っているということになる。つまり犯人は左利きだということだ。うん。バララットから来たオーストラリア人で左利きで右足が悪く高級葉巻を吸っている人物。あ、だいぶ犯人が特定できますね。へえ、こんだけ条件が揃えばね。あー、なるほどね、わかりやすいね。いくら私でも誰が犯人かは分かったよ。我々はまだ一度もその人物に会っていないがね。ホームズはそう言ってため息をついた。あ、まあだからそうだね、犯人の特徴を特定するなんだ、物証を集めるってのも結構大事なのか。うん、まあまあそうか、普通に考えたらそうだよね。うん、まあそれが基本なのかな。まあ、証拠とかトリック、うん、まあ目撃証言とか、まあ、トリックとか、まあ証拠、犯人の証拠とか探すのも大事だけど、まあこうやって一つずつ犯人の特徴を特定していくのもめっちゃ大事なんだね。うん、まあこれも捜査の基本なのかな。うん、なるほどね。その翌日、ホームズは犯人を呼び出した。それは依頼人の父であるターナー氏だ。二人の結婚を反対しているが、マッカーシーに何でも与えていた男。なんか弱みを握られてるって感じするよね。彼は全てを知られていると分かると過去のことを話してくれた。彼はまだ若かった頃、オーストラリアのバララットで悪い連中とつるんでギャングをしていた。あー、そうなんだね、やんちゃをしてたって感じかな。やんちゃって言葉あんま好きじゃないな。まあまあまずまず、はい。その頃はバララットをギャングと呼ばれていたらしい。あ、そうなんだ、ブイブイ言わせてたのかな。そして最後に襲った馬車の護衛がマッカーシーだったのだ。へえ、あ、襲ったんだ。へえ。この地で再会したマッカーシーは過去のことを知られたくなかったから面倒を見ると脅してきたため。あ、そうなんだ。あ、でも知らない土地でやってた悪いことだから、まあでも警察には捕まんないだろうけど、まあ他の国の話だし。うん、ん？バララと同じ国だっけ？あれ？地域が違うだけか。ギャングしてたのバレたら捕まるのか？うん？まあとりあえず悪い噂を立てたくなかったのもあるのかな。まあちょっとよくわかんないですね。昔悪してただろうってのが脅しになるのか。うん、まあ人を襲ってた、あ、そうかそうか、強盗まがいの犯罪行為をしてたっていうのがバレたらいろいろまずいのか。うん、なるほどね。まあ普通に考えたらそうか。この地で再会したマッカーシーは過去のことを知られたくなかったから面倒を見ると脅してきたため全てを与えてきた。だが最後に娘をよこせと言われて堪忍の尾が切れた。あ、そうなんだ。それはターナー氏自身の命も間もなく尽きるということを医者から言われていたというのもあったからだろう。あー、まあ何もかも、まあ、娘まで奪われる前にこいつをやっちまおうっていう感じなのか。まあどうせ人生も残り少ないしみたいな。だがホームズは依頼人の不利益になることはしたくないと言い、マッカーシー青年が無実の罪で捕まらないのであれば見逃すと言った。どの道長くもない命なのだからと。うん、やっぱりなんか、なんあれだろうね、近くにまだいるのにやったのかっていう感じだよね。うん、まあもう戻ってこないだろうと思ったのかな。今回の事件は何とも言えないものだったが、若いマッカーシー青年とターナー嬢が何も知らずに幸せに結婚したということを後から聞いたので少しだけ救われた気持ちになった。なるほどね、はい。ボスコム警告の惨劇でした。まあ、ホームズには珍しく殺人事件系の話でしたね。うん、いや、父親同士は仲良くないのに子供同士は好き同士みたいな。うん、なんかいろいろなんかすごい事件だったね。他の国で酔った勢いで結婚してたのに、やっぱりなんだろう、本当に好きな人と結婚したいみたいなのはなんかすごいし、うん、まあ昔はそういうのがあったのかな。まあまあまあ、はい。ということで今日はここまでですね。今日も楽しかったですね。あ、結構クリアしてますね。次は青い鉱玉かな、やって義士の親指やって緑柱石かなの奉還、あと3話ですね。はい、今日も楽しかったですね。残り3話ということで、いや終わりが見えてきましたね。うん、いやホームズ面白いね。まあまあ、はい、まだ続けていくので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。はい、また会いましょう。ノラでした。